巨階級を主流に任せ単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟レオのゴールドセインとアイオリアだった。沙織をアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく殺気に満ち溢れていた。この四死球を通ろうとする者は誰であろうとこのレオのアイオリアが殺す。アイオリア聞いてくれ、沙織さんは教皇だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜けなければ手遅れになる。沙織さんはアテナは死ぬんだ。何？アテナが死ぬ？無駄な戦いはやめて四死球を通らせてくれアイオリア。残念だがそれはできん。言ったはずだ、この四死球を通ろうとする者は誰であろうと殺す。クソ、沙織さんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。遠慮はしないぜアイオリア。所詮ブロンズではゴールドセイントには勝てん。ファイト。撃てよ獅子の力。あの冷酷な目はなぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。人知優を兼ね備えたまさしくセイントの鏡のようだったアイオリア。アイオリアが今はまるで悪鬼のようだ。実力をわきまえずゴールドセイントに挑戦してきた。この愚かさを思い知るがいい。たとえ勝てないまでも後から死竜や旬のためにせめて一死を。セイントは生まれや育ちは関係ない。パーフェクト。あ、ウィナー。負けられないアテナのためにも。これが俺の実力だ。待て、聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが事情が変わった。聖夜、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。どけカシオス、お前ごとき増評に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。うわバカな、カシオス、お前なぜ自らの体を貫くようなことを。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え？その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア！カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのにまだ目が覚めないっていうのか。どうもよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃
アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アイオリアの高速拳、今こそ見切るんだ。せいや、手加減はせんぞ。アイト、当てだよコスモよ。俺に奇跡を与えてくれ。一瞬でいい。俺のコスモよ。アイオリアの位まで高まってくれ。貴様がいくらコスモを高めたところで、アイトに殺すことはできん。相手をしたら俺が助けてくれ。アイオリア、勇敢な戦意だというだけでなく、人間としての優しさを持っていたあんたを取り戻すためにも、この命ある限り俺は諦めない。せいや、アイオリア目覚めろ。愚かな。ペガサス、ペガサス、パーフェクト、ウィナー。目が覚めたか、アイオリア。これが俺の実力だ。俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。セイヤ、アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女宮へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいる全てのものは生き絶えるのだ。